っこいいよ、なんかすごい大型トラック運転してる人みたい。大型トラックを運転のハイエースです。おはようございます。おはようございます。と、今日は今、宮崎に来てます。昨日まで宮崎でロケをして、今日はもう朝の今7時半です。今からちょっともうすぐに行かなきゃいけないんですけど、空港に乗って帰らなきゃいけないので、ちょっと朝、ここは日向市ですね。日向市の説明して。はい、日向というのは、私山本がですね、今もなおお世話にはなってるんですけど、10年間、まあ、9年半こちらの方ですね、もう住民票も移して、その住所変更をしてずっと過ごしてた場所です。私ちょっと住み慣れた場所なんですけど、そこに宮崎の特番を昨日、おとといとしておりまして、でまあ1日延泊してこの日向という町に。日向デートだからね、今から。デートというか、まあそうですね、ヒューガデート、ヒューガデートになるんですかね、まあ、デートというか、もうまた今日東京に戻らないといけないんですけど、8時半にはもう空港に向かって1時間ちょっとかかるんですよ。今から本当にせっかく宮崎に来たならデートをしたいから、朝デートね、なんと朝デートですね。朝デートというか、YouTube 撮影です。違います。朝デートです。朝デートを撮ってるだけ、たまたま。どこに行くんですか、今から。近所です。近所？はい。私全然わからない、来たことない。はい。まあ、日向に来たら、まあ、一応みんな観光地のように行っているところにちょっと行こうかなと思って、デートじゃん。2人ではないんだよね。そうです。だいたいいつも誰かいるんですね、地方とかご飯屋さんに。まあ、その方がタイとかマリとか行くと、コーディネートの現地の地元の人がいるみたいな。ああ、そういうことね。近いですね、私コーディネーター。そうです、まあ、どこに行ってもまあそういう方を一人。確かに。でもね、アキラさんがいいって言う、行ってほしいっていうスポットで。そうなんですよ。本当はね、今日もう8時半に、集合してそのまま行こうかなと思ったんですけど、7時半ぐらいやっちゃら、ちょっといろんなとこ見せてあげた方がいいんじゃないですかということで。私もこの車運転できるってこと？まあできるんですけど、しない方がいいですよね。でも普通免許で行けるでしょ、これ。でも普通免許で行けるんですけど。運転してみて。でももう感覚が全然違うんだ。感覚が全然違いますね。もう曲がるのとか怖いよね、小回り。そうですね。それこそこの車で、この宮崎日向から広島にも行きましたし、広島、そして東京までも行ってましたから。これで、はい、なんかこれ軽の車でしょ。そうです、宮崎の軽の車だよね。そうです。なんでそうです、それこそこの車とともに1年間お寺も行ってましたし。じゃあ思い出の詰まった車だね。今うちはね、一番最初住んでた家はこの近く。昨日行ったとこでしょ。昨日行ったところはあれ2代目の家。家変えてんの？はい。なんで？もうそこの家が実は、ま、なんかまあいろいろあって、大家さんが出てくださいというふうにいつまでにって言って言われて家なので、本当はこの町に住んでたんですけど、ちょっとまあ、すごい田舎の方だったよね。そう、あっちの方はどうですかねって言って、こっちの方がちょっと離れますけど、いいところあるんですよって昨日行ったところを紹介されて、いやこっちで全然いいでしょっつって、私昨日ってすぐあっち行ったんです。はい、すごいね、車2台持ちの家に行ける持ちじゃん。まあ借りてるっていうだけですから。かっこいいね。ありがとうございます。
はい、一応ここ着きました。さっと行きましょうか。はい、そんなデートをさ、さっととか言わないでくれる？いやいや、ここはね、大見神社というところに来たんで。へぇー。着、はい、ね、いた。大見神社。はい。おお、あ、すごい。ここは何に効果があるの？勝利のみたいな。勝利の、そうです。もうここがまあ、うわ、すごい。昔みたい。昔みたい。え、あれは。うわー、うん、海の近くでいいね。入り口の。あ、あるじゃん、お守り。ありますよ。交通安全のお守りの、ダメ？あ、いいですよ。だって、あ、でもなんか、あれかな。私が、お参りして。あの、サザレ石っていう、うん、国家で、うん、いいが、要は、いやおとなりで、うんうん、サザレ石の、いやおとなりで、サザレ石というのが、まあ、いろんなところにあるんですけど、ここが、まあ、むき出しているところの一番大きな場所と、あっち側にあるんです。海にいるみたいな。まあ、じゃあ、お参りしよう。長いっすね。よし、出会った？あなたね、やってる最中に長いですねとか言わないでください。邪魔なことですよ。本当ですね。はい、いらんことですもんね。カメラマンとして失格です。はい。すいません。長いとか短いとか、そういう問題です。そうです。私はその後に、こっちが気づくまでやっとこうと思った。一個のあれもあるかもしれないのに、あなたが言ったらそこがツッコミになってしまうんだよ。ダメだった。なんか朝デートここは綺麗って言いますけど、それはどこも綺麗なんですよ。でもあの、なんで？静岡県の伊東出身ですから。あ、まあまあ、でも、海はね。でもこういう場所はない気がする。そうなんです。これがサザレ石。サザレ石。うわ、すごい。うん。これ何、この池は？これはまあ、湧き水です。湧き水というか、まあ山から。湧き水じゃないですか？湧いてはいないです。山の水が溜まって、どちらに繋がるとマジに長いね、水が間に固まり、だから、小さい石の塊がこれになった。そうそう。だからこれ、それが巨大になってるのが、こう、むき出しになってる、ね。これ、すごいね。え？二人でちょっと撮っとく写真。じゃあ、ほら、アキラさんが撮ってくれてる。いい感じに撮れたかな。この人はどんなに写真を撮っても送ってこないですから。送ってくれてるってすごい。波の音がいいね。行きましょう。すごい。お守り買わなきゃ。でもさ、車のさ、交通安全のお守りはさ、違うところで買った方がいいのかな。交通安全の神社に行った方がいいのかな。そうですね。じゃあ行こう。え、どっちやる？どっち？あ、普通のね。いや、どっちでもいいよ。はい、あ、いいの？私の分も。おみくじ、これでいいや。はい、9からやって。見える？私、大吉。うわぁ、すごい。すごい。やっぱさすが、大吉っぽい。大吉。願い事、気長くすれば、整う安心よ、せよ。
何言ってるか分かんないですね、あなた。はい。じゃあ私。やらかすでしょ、どうせ。そういう人間なの、はい。はい。どうしました？私は。はい。吉です。吉です。はい、あまあ、吉もね、思う通りになる。大吉の次が吉じゃないかな。あ、そうなんだ。順番的に。だって、うん。まあ、順番はないんですよ。運気。大吉が一番いいってだけで。読ませて。何事も成功します。何事も成功しますだもん。よかった。吉だけど大吉だ。これもある意味。吉だけど大吉だ。いや、吉です。吉だ。吉だけど大吉のような吉。じゃあ、ムースボ、私。はい。ムースボ。はい、私は大吉なの。持って帰りますか？あの、大吉の次は吉なんですけど、順番的に。日にか、でも大吉が一番いいんですよね。よーし。吉はそうでもないです。まあまあ、そうでもないっていうかね。大中小ですね。大中小。中でしょ？あ、大中小。吉という順番が大吉。じゃあ4番目？小。まあ、4番目というか、まあ、4位ですね。そうすると私、お札を。長寿のお守り買ってあげようか？ねえ。長寿のお守り、いる？はい。ダメ？長寿。え、私も一個何か買おうかな。はい。運気上昇？すべて上昇じゃないですか。どういうこと？あ、これは、まあ、私大吉ですからもう急上昇です、ね。これは金運。お金がそんなに欲しいですか？じゃあ買ったらいいですね。お金が欲しい。なんでそういううざい言い方すんの？自分がさ。大吉ですから。大吉だから。あ、あった！交通安全。それありますよ、大体。交通安全にしよう。車庫入れがうまくいきますように。ね。バカにしないで。交通安全の何が、どれがいいんだろう。だから車庫入れです。車庫入れなんて楽ないでしょうか。はい。車庫入れ枠ないでしょう、これ。じゃあ、どれがいいと思うか選んで。はい。まあ、大体、なんか、交通安全って、自分の車もそうですけど、やっぱり、普段からね、交通安全しないといけない。財布にちょこっと入れたりとか、免許証に挟んでおくみたいな方がいいと思います。じゃあ、これがいいか。この方が私はいいと思うんですよ。じゃあ、これに全面に押し出すよね。はい、の赤にします。はい。全面に押し出すよね。全面に押し出した方がいいかもしれないですね。車庫入れを。そんなにいいよ。1000円も取らなくても。ありがとうございます。よし。OK。ちょっと結びたい、はい、私。そうですね。基地が結んだ方がいいですね。結びます。どこに結ぶ？大吉は持って帰ります。結ぶのどこだろう？いいかな、大吉。なんでそういうさ、マウント取るの？持ってて。違いますよ、マウントとか。マウント取られてると思うから、あなた負けたような感じでしょ？マウント取らないで。願いが叶う、クルスの海。願いが叶う場所？パパッと行こう、時間ないから。ほんと時間ない。じゃあ、願いだけして。どこ？知ってる。願いが叶う鐘？どこが？願いが叶う。ああ、本当だ。叶うって字になってるんだ。そうですね。だからこれ今見てるのは、うん、こっち側から見てる。こっから見てる。なるほどね。はい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 。叶いますように。願いが叶いますように。じゃあ行きますか。じゃあ鐘鳴らして帰ろうか。願いが叶いますようにって。はい、二人で持って。はい、持って。取ってる。はい、願いが叶いますように。オッケー、叶うでしょう。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。もう時間がないんだ。時間がないんです。さすがに家からここまで歩いたことはないんですよね。結構あるよね、だって。でもこれで神社も行って願いが叶うとこ行ってる。願いが叶うね、これで。まあ、だから何を願ったかっていうか、私何を願ったか。私も願いが叶いますようにって思ったよ。いろんな願いがね。
そう、願った願いが叶いますようにってこと。